前回のビデオではタイムライン周りのさまざまな操作方法についてご紹介しましたこのビデオではタイムラインのパッチパネルについてご説明しますパッチパネルはシーケンスの左側にありますソーストラックとディストネーショントラックがありますファイナルカットプロ7やメディアコンポーザーをお使いの方にはおなじみかもしれません左側の緑のタブがソーストラック その隣のタブはディストネーション、シーケンスのトラックになりますタブをクリックすることで関連をつけることも切ることもできます2つのタブを関連付けしておくとスモークはソーストラックをアサインしたディストネーショントラックに編集します個々のビデオトラックに対してタブをコネクト、ディスコネクトすることができます シフトを押しながらタブをクリックすると全てのトラックに対して一括でコネクトディスコネクトすることができますもし他のノンリニア編集ソフトをお使いでしたらソースタブをディストネーションのタブにドラッグすることでドラッグのパッチングを行っているかもしれませんスモークのパッチングシステムは少し違っていますではビデオトラックのパッチングの例を見ていきたいと思います 今 V1.1 というソースタブが特定のタブにパッチされていますソースビデオトラックの割り当てはタイムラインポジショナーのフォーカスポイントでコントロールされていますフォーカスポイントを移動するとフォーカスポイントに合わせてビデオトラックのパッチの割り当てが変わっているのがお分かりいただけると思います この利点は編集する上でパッチパネルの確認を常にする必要がないという点です。素早く作業が行えタイムラインでの編集に集中することができます。別のパッチング方法についてもご説明します。P というパッチパネルのボックスをクリックすることでビデオのパッチングだけでなくプライマリーのインジケーターもスイッチできます。オーディオトラックのパッチングは少し異なっています。典型的な例をご紹介します。 今ミュージッククリップのトラックが4つあります3番目と4番目のトラックが空ですカーソルを右のタブのところに持って行って左ないし右にドラッグしますソースクリップのオーディオトラックがスクロールされているのがお分かりいただけると思いますこれでシーケンスのオーディオトラックに正しく割り当てることができますパッチ番号がオリジナルで他のオーディオトラックに割り当たっていますこれは簡単に入れ替えることができます 次にオーディオトラックを追加するには New オーディオトラックで「モノか「ステレオ」を選択します。ここでの選択は新しいトラックにパッチする際に影響があります。例えば「モノのオーディオを「モノのトラックにパッチすることができますが「ステレオオーディオ」は「モノのトラックにパッチすることができません。ステレオオオーディオクリップを ソースビューアーにロードしてみて、シーケンスに編集してみようとしても、パッチングタブが何も表示されていないことがわかります。ボタンやキーボードショートカットを使った基本的な編集方法がこの場合には作用しません。 しかしドラッグアンドドラップ編集を使ってメディアライブラリーから直接シーケンスに編集することでシーケンスのパッチングをバイパスしてオーディオトラックに編集することができます。このオペレーションは他の編集ソフトに似た操作になります。最後にご紹介したい機能としてトラックのロック機能があります。 それぞれのトラックにある鍵のマークをしたアイコンがトラックのロック機能になります次のビデオでは3ポイント編集、4ポイント編集についてご説明します